こんばんは、メイマジューシーでございます。えー、集まれ、動物の森。えーっと、トムソン君がですね、今、何だっけ、何の床うーと、地下室の床という不穏なレシピをくれたので、こういう不穏なのが欲しい人は、どうだろうかと思ってる。ペッソーと言われたらルーブルブ サルツキさんこんばんは最近ペソが「うんあのペッソ」と言われたらルーブルー悪魔さんこんばんはなんか最近はですよパクられるんですよペソが <laughs> よろしくお願いします、えー、ねえ自分の挨拶を考えてもいいんだよ ということで、えーと、地下室の床というのがもし欲しい方がいらっしゃればゲートを開きますという配信です。どうなんですかね。か見た感じ、ただ石畳になっているって感じなんですが、えー、ちょっとちょっと見てみましょうか。これだ。ん。 もう持ってらっしゃるのかな皆さんな。どれ貼ってみよう。ここが一番荷物が少ないはずだから。貼ってみよう。これで「おう」っつって「ほしい」っていうふうになればね。普通。<laughs> こんばんは。普通だ <laughs>。特にこれといったものはなく。 薄暗い感じの地下室に似合う感じのうん普通ですね。ごめんなさいね。ロンゴ獄っ,っぽい。誰が欲しいという人がいればゲートは開きますが欲しいなんかこれに合う壁紙もなんかあればいいけどあんまり僕暗めの壁紙を持ってないのでああかなりあるな、ね。黒いポタニカルタイルの壁。 ちょっと待って、いや。ペショーと言われたら、<laughs> ペショーってなんで。どんどんそうやってパクられておかしくなっていくんですよ。よろしくお願いします。うどうも、よろしくお願いします。もう、ただ、るつきさんが2年間ずっと。ない。プロレスの壁紙はまだないですね。なんか、すごいらしいね、プロレスの壁紙は。 ゴングを鳴らすと声援が湧くんでしょなんかギミックとかもあってすごいなぁと思いますけどうんこれうんうん <laughs> なんか暗い感じのうん イイかな。黒板の壁ダンジョンみたい。うんダンジョンっぽいねあまり僕はい良い感じのものはないっぽいですね嵐の夜の壁ぐらいかっこいい度があればな超かっこいいなこれだ サーバールームの壁。うん、スカルな壁紙。これはうゴシックな感じですね。なるほどね。ごめん、あんまりよくはないね。ほら、失礼しました。今日の動物の森は、うん お呼びするほどこう大したものがない申し訳ない、うん、思ったよりよくなかったね地下室の床ね <laughs>、えー、今こんな感じになっておりますジャグジーを3日かけて注文を <laughs> ジャグジーばっかり注文しました <laughs> 黒いジャグジーが 帰るっつってねありがとうタルツきさんたるツキさんからいただい触らせてもらったジャグジーがこれね上から見ると壮観なんですよ <laughs> なんだこれはってなるえー、これね空から見ると超かっこいいのただ移動に邪魔なのであのなんだよ今ねあれ,あれを録画してるんですよ 1>, 1ヶ月プレイした中のこの空港から帰ってくるときにこう上空が見えるんですね。その上空の進化の軌跡をですね、えー、撮ってるんですね。それ後で動画にまとめようかなと思ってまして、ワクワクでございます。あ、そう。このなんだこ何だっけこれだっけ メガロケロスの右半身がね、あって、ワクワク。誰か左半身持ってる人いませんかごめんなさい。僕からは欲しいものがあるんです。メガロケロスの左半身が欲しいんです。2つほど。右半身だけ、今日売っちゃった。左半身売っちゃった。需要と供給が合ってない。 ないね、うん、そんなもんでしょうあとこの前プレゼントに使った月面移動車ちゃんと復活してますからねタイヤ4つつるの大変だったま,また月面車ができましたんであとはあれだねと,とこの自動車の色違いができたりとかするといいなと思うんですがうーんそんな感じかな ちょちょっとずつあの新しくはなってます、うん、よりこう整備が進んだ感じで壁紙じゃねええー、この下のテクスチャーも貼ったりなんだりしてますねでね今こ,ここの道路ああ見て見てほら花畑が花畑に柵がついたりとかしてで僕がこういう時になんかあの <laughs> 島にある花をみんなここに置いただけだからまとまりのない <laughs> ああやっと柵を使いこなしてますね柵はでもあんまりこう狭い範囲の柵だと良くないなとやっぱ思いましたねこれくらい広くないとやっぱなんか嫌だなという感じですではしご持ってない人でもある程度のところ行けるようにっていうので ごごちゃごちゃゃとしましまたね交通の便をいろいろ考えながらあとよ横一列に楽器置くとかっこ悪いのであの上は楽器下はマイクという感じにしましたこれでいい感じになればいいかなと思ってます あとはここだね。ここのタイルを敷いてさ、えー、また本棚を左右に配置してさ、<laughs> グランドライトを置けばいい感じになると思います。あとはこ、こ,この辺の整備だね。残ってるのはここの空き地の整備になります。ここの道路をつないで、えー、でも道路をつなぐ前にね、あのマップの下絵を。 ちゃんと完成させなきゃいけないので、えー、これねあの死体が完璧になったら道路敷いて、えー、引っ越しをして、えー、完成となると思いますラーメンライス島。そうラーメンライス島ですいいでしょ 炭水化物がいっぱいあって太りそうな感じのうんラーメンは食べたいねーよいしょそうか今日は誰もメガロケロスという化石を持っておらんの あれば合体なんですけどまあなきゃないでねあのそ,その見つからない間が楽しいので、うん、ああ今日も右半身だったなっつって <laughs> あ,のあれになるから結構でもねあの空港から降りてきた後のこの画面というのはこう威圧感があっていいですねか,かなりなかなりな威圧感でバーンとくるので いいなぁと思ってますしかしね動物の森はあ欲しいなぁと思ってるキャラクターがなかなか来なくて常吉から美術品をいっぱい買いたいんですけど常吉も来ないしなどうにもならんなぁと思ったりしてる次第でございますほんとね作は難しい 自分のうちの周りにも一回柵を立ててみたんですけどなんかしっくりこないね多分だから何で,ああ <laughs> でそんなに <laughs> うんでもまあ趣味で集めるっていうのはあるよねメガロケロスなー僕もねあの い今になって欲しくなっちゃったからさそれまでに捨てちゃってる部分もあるのでおカジロだせイまただこのサブキャラがねサブキャラ作るともう話題の大半がサブキャラになってしまいましてね <laughs> あのこれやめてくんねえかなと思うね みんながこのサブキャラの話をし始めるからずっとだからフルチンさんの話ばっかりですよ島民たちはフルチンさんは大してこう住民と会話もしてないのにですよ <laughs> みんなの噂の的になってるんですねさあじゃあ一回こっちを閉じて今のはサブキャラなのでね あとちょっとで完成なんだけどなそのちょっとがなかなか届かないなまあでもゆっくり通したペースでやりましょう。 やっぱ夜に配信すると動物たちも少ないから寂しいね <laughs> よいしょみんな寝てんだろうもう、ね、11時ですからあこれ見てあのぶどうの帽子を手に入れましたよでふフルチンさんの作った服をよいしょ 今日は来て、胸毛マンとして。生きてますよ。これもう、お気に入りですね。胸毛マンですね。いいですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ変えてはいるんですけど。危な,人 <laughs> 危ない。僕も,もも引き、引いてる人みたいでいいなあと思ったんですけど。うん あーブリリアントブリリアントあっよしでたまあでも頭がもう帽子が危ない人っぽいですからねしょうがないですねあらな何何ねあらかわいいかわいい甘みかわいい服 うん、いやいやせっかく考えたのにせっかく考えたのに <laughs> このままでいいと思うよ <laughs> 気が多いないや僕がもう生活のリズムが遅くなってるのかもしれないうわああまみ白いワンピース似合うな可かわいいな いしたすぐあの、口癖を変えたいとかさあ,ーあれをしたいこれをしたいって言ってすぐすぐすぐなんですよ。気が多くて彼らは。っちゃいますね。 とりあえず今は作りたいものが作っ,作ってさで作りたいものだけ作って入れてるとやっぱそのマップが引き算できないんですよねだからこの今度からは引き算を覚えようと思いましてー何にもないところをわざと作っていく便利なように便利なようにってやるとマップがどんどん四角くなってっちゃうので 動かしてて楽しいにはどうしたらいいかなとかさある程度の不便も必要かなと思っております。 ののくせにイカのくせせににどうも <laughs> ほら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 もうずっとこれなのよ。だからなんだこの島のイベントみたいなものが何日かにあるんだけどさ。 も45回話さないとさフリチンさ,んフルチンさんの話ばっかりになるんですよね。あ<ー><あの> <laughs> 今日はこんなことがあるよとかさだからアルベルト君の誕生日ですよねの話とか聞き出すのにもですね本当に時間がかかるまあそういう仕様なのでしょうがないんですけど。 こんばんばはよろししくお願いします今トムソンくんがチカ牢の床というのをですね作ってるのでもし欲しかったらゲートを開きますよろしくお願いしますいらなきゃいらないでいいんだけどねここがだからだいぶ変えたというかあの 水平線がやっぱ見えた方がいいじゃんということで、えー、水平線が見えるようにしましただから竹林を全部一回抜いてほいで掘って <laughs> でまた植え替えたっていう形になりますでそうしたら今度竹の子ランプがですよ お終わらなくなっちゃったのでしょうがないから下のところにあの台座を置いてその上にタケノコランプを載せるという荒技をいいですあと琥珀また出たんですがいりますかえマジであいりますいります琥珀はもうまだまだ欲しいんですよありがとうございますなんかすごいね琥珀がいっぱい出てねいただきたいです じゃあ僕からはじゃあトムソン君のやつをまだまだですね。まだ足りないですから。はあ、はあ、パタヤさんがスイカの服を着てくれてる。嬉しい。よし。じゃあ一回ゲートを開きましょう。またインターネットがつながるようになったんでね。よろしくお願いします。どうも。 琥珀が来てしまうありがとうございます。タマさんが来てくれるあ、はい。はい。じゃあゲートは一回開いて閉じておきます。パスワードだけ僕もメモして。パスワードを作る。 なんか挙げられるものとかあるといいけど、はい。C 七 P 七 R。C 七 P 七 R。はい、オッケー。オッケー。ゲート閉めるっつって閉めないあたりな <laughs>。 どうせ来ないだろうと思ってんだろうねらうん。あとはもう取られて困るものがあるわけでなし花を全部摘まれても悔しいわけでもなしゆっくりお待ちしますよほい。ほいこい いや釣りもねあとは何だエンゲルシーガーだっけ何だっけ何かそんな名前の。 エンドリー・ケリーだ。エンドリー・ケリーを3匹釣ってピラニアを2匹かな。釣ればあ、あれあれ、ジャスティンに渡す材料としては揃うので。ああ、そうだ。サメだ。サメが、これだ。これかな種目ザメが足りないのかな この前やっと浪人味が4匹釣れたのでありがとうございます浪人味がやっと4匹釣れました <laughs> これ長かったな1ヶ月半かかったんじゃないのうー素晴らしいなの1ヶ月半っていうか始めてからようやっと揃いましたねこれでもう桟橋で釣るやつはないだろうと思ってるんですけどまだあるのかな夏場にまた んサメがちょっと揃ってないですねサメ揃えたいですはなさそう,うんうん新しいのがないのならそれはそれでありがたいんですけどこれかピラルクがあと2匹釣らなきゃいけなくてドラドとかとアロマナは OK なのでピラルクとピラニアを2匹ずつ で、エンドリー・ケリーがあと3匹必要で、あとは大丈夫だと思うんだけどね。まあ、そうやって抑えてると、まあ、本当に圧迫されて大変です、うん。あ、これ、あの、インターネットつながるようになったんであの、冬の、冬の島に行って釣ってきました。ありがとうございました。 けまくりああそうなんだねいいねほら本当は1月とかに釣らなきゃいけないやつですけど他の島に行って釣らしてもらいましたうーんあとはどうだろう僕釣ってないのとかありますかね まあここが、ここが埋まってないのでこれは多分3月とかに釣るやつだったんだろうと思うんですけど僕はもう全部釣ったのかな釣れてるやつは。博物館に全部寄贈してるのかなだといいな。 あ,あそうこれが全然取れないのクワガタクワガタああああ取れないわけだなるほど夜しか出ねえんだこれじゃあ取れないわいいこんばんはこんばんはモナカさんもこんばんはよろしくお願いしますトムソン君はまだ作ってくれてますかね今日はトムソン君が なんか変な床を作ってくれてるのでその床が欲しい人はどうぞということでお呼びしてましたパスワードの方が知りたい方はどうぞ特にこうなんだろうねおもてなしもなかなかできませんがこれピラニアなんじゃないのアタランチュラそんなところに あ,あこれもらったのタランチュラの模型いただきましたこれね怖いねじあわしまったーっつってタランチュラの模型作っとけばよかったーっつってうえっほんとに、えー、じゃあ10分後にお伺いしてよろしいですかフーコさんがいるんだねじゃあぜひ おお伺いしますよろしくお願いしししまますすよろく願もなかさんは何かああ大丈夫僕はもう今日はお祈りは済ませたから、うん、お祈りは済ませたので大丈夫ですよ20回お祈りしてきたんで明日星のかけらは僕のところに出ますねなんかもなかさん欲しいのあるかなこれはこれ い,いねえ12分後に僕が追いかないする時に一緒にお邪魔してもいいですかいいなっつってる人も。ありがとうございます。あー今日これで琥珀2個取れるわ。何か欲しいものとかありますかこの中で。僕はもうだから持ってるやつだからうん。 洗濯機のピンクとか、ね。ごめんね、あんまり僕いいのないんですよね。ダイナーの椅子とかもう持ってるんだっしたっけこれこれこれ,これ,これ3色赤、黄色、緑の。これを触るとか、なんかありますラタンのスツールの色違いとか。これぐらいしかないんだけどね。 これこれ割と好きダブルソファーちょっと使う使い込んだ感じの革のソファーちょっといいなとは思ってますけどみんな持ってる感じかなああそうかそうかじゃあんだろうねなんかあればいいね僕も好きなものが 偏ってるからねあんまりないんですけど紫のネオン看板とかも <laughs> いらないだろうしな <laughs> バームツリーランプはなんかこの前やたらと触ったりとか白いグランドピアノうあと何暖炉暖炉の茶色と暖炉の白 な何,何かあるといいけどなテレビカメラの黒と白とかはどうですかいいですかあとガソリンスタンドの給油機とか大丈夫ですよ。 なんかあげられるものがあるといいんですけどね。なんだろうな。まあまあ。<laughs> 液晶テレビ51 0。ああ、これね。あの、赤色のやつじゃなくて、灰色のやつが手に入った。手に入りました。嬉しくて4つも買っちゃった。散財してしまった。あトイナーオーディオの。 あれだいつの間にか白い骸骨持ってたんだ風船のやつかなうん僕は今トイナオーディアは黒緑白がありますね、うん、でもこ,これに変えようかなトイナオーディオに置いてうん ないねすいませんねメンマさんほんと何にもないねこれがっていうのないよなああビーチボールはいはい欲しいあ,あじゃあそれを持っていこうじゃんはいこれねこれは ビーーチボールはあれです。あほんと,っと悪魔さんはトイナフィギュアの黒が欲しいんだねこっちはああいや,いやもうそのまま持っててもかまわないんですよスイカは <laughs> どうぞ琥珀がいただけるんだからえー、っとちょっと待ってねスイカビーチボールだね ああ、くぼの上の壁紙欲しいです。そうすると、ワンセットになるんだね。うん、それでちょっと部屋をやってみようかな。ありがとうございます。じゃあ、スイカ、スイカを持っておきましょう。スイカ持ってきます。よかった、よかった。なんか、ここ、ばーって見てて。 これで、これか。これの黒が欲しいんだね。はい、いいよ。もうそのまんま、お触りじゃなくて差し上げます。<laughs> あの、うん。あの、後で買えるからっていうのもあるんでね。これでいいかな。よかった、よかった。なんか欲しいのが見つかってて。かったです。ただ、ただもらうのもなんだからね。 スイカの帽子もあるよ。<laughs> これ欲しい？スイカの帽子もありますけど。ではお伺いします。あはいはいはいじゃあもうはいお待ちしてお待ちしています。帽子もかわいいわね。もかわい,いね。これもだからショップで買えるんでしょ？僕は。 ショップで買えるんだったら別に大丈夫。この被ってるぶぶどうの帽子も <laughs>。フルーツの帽子は全体的にかわいいですよね、えー。パスワードが C7P7R です。かわいい、うん。かわいいね。C7P7R です。あー、早い。 が、お早いですね。ありがとうございます。ぶ、うん、どうの服いりますあぶどうの服ああお邪魔されます。よろしくますあー。うん。じゃあいただこうかな。そうするとぶどうが上下セットになるんだね。あーいいですね。いきます。はい。 られます悪魔さんがフィギュアで、えー、タマさんがうスイカの帽子を触るんだね。でも、もなかさんにスイカの帽子をあげるんだね。ジャグジー、すごい。笑ジャグジー、うん。あ、あ、見えました。<laughs> 見えました。やった。<laughs> 圧巻でしょうーん <laughs> 黒ベースにあの丸いのがかなりね映えるんですよ。よろしくお願いします。玉さん、よろしくお願いします。で、悪魔さんがき来てくれるんだね。ありがとうございます。悪魔さんにはトイなフィギュアだね。オッケーじゃあ、今駆けつけますんでね。よかった、またインターネットが。 さささんんんん悪魔さんがオンさんなんだ,、ね、だからあともう「動物の森」は住民の人たちの誕生日ですよね誕生日を何とか何十人かお祝いしたいなぁとは思ってるので、えーうん、た誕生日が近いと「かっこいい伝説のトランスフォーマー」 トランスフォーマーなんてな何をやれば <laughs> つくんでしょうね。うな何をこなすとトランスフォーマーっていう名前が出るんだろう。ああ、来た来た <laughs> 夏のヤンキーになってくる <laughs>。眉毛ちょっといじったのかな 眉毛にグラデーションがついてる気がしますけど <laughs> よろしくお願いします <laughs> ーああ来たやったーありがとうございますあ二人とも来られてるじゃあまずフィギュアを右に置きますねこれを置くよろしくお願いしますで こっちにスイカのあ,あ、スイカの帽子持ってきてないスイカの帽子を持ってきてないのでとりあえず夏の貝殻も持って帰ってくださいじゃすいませんけどいただきます今スイカの帽子持ってきます待っててね <laughs> 好きな好きなとこで好きなことしててもいい,いいですよ上空から見たジャグジーを眺めていやーもうこちらこそ ありがとうございます,すスイカを持ってくるのでねあそうだスイカの服が余ってればスイカの服はあった変だね。ええー、<ら>いやーでもやっぱ僕はあんまりこうソーシャルディスタンスですからうん

これか雲の上の壁ありがとうございます何 OK ゲームマシンって <laughs> もういつの間にかいつの間にか置かれてただーありがとうございますじゃあ早速あとで雲の上の壁は見ましょうねいるかな誰かあ,あやっぱいなくなってる <laughs> いなくなってる <laughs> あとはお土産だねよいしょ いつものいつものお小遣いをあげよう。これをまずはお小遣いをね、一人1 0ベルで取って帰ってもらうのにして、じゃあ帽子を置きますね。ああ、ほんとあらららら。まあ、10分経ったらしょうがないわな。あそら残念でした。えー、まずはスイカの そして、スイカの帽子。で、スイカのビーチボールもこれはこれはモナカさんに持ってくやつなので持って帰らないでね <laughs> 服は持ってっていいからね服はサブキャラにあと2着持たせてるから服は大丈夫 いー怖い怖い。高飛び棒持ってるだけなのに喧嘩売られそうで怖いいいやいいですねあテレビつけたらちゃんと消してくださいねこれ3時33分につけるとホラーが見れるんだってねまあその時間になかなか起きてはいられないのであれなんですが <laughs> 何をしてるんだか <laughs> やりましたねありがとうございますタンマさんは大丈夫ですかすいかけを何今度はあーえっヒョウ柄 T シャツだどう <laughs> これ何 <laughs> いらないのヒョウ柄 T シャツだってだどっちが置いたかわからないのですよ T シャツあると思ってたぶどうの服なかったああそうかあのでも今ちょっとぶどうの服にちょっとヒョウ柄 T シャツが似合っててとっても良かったです大丈夫ですよつきさんいいんですよそんなむ無理をしないでもありがとうじゃあこれからモナカさんのところに行くからモナカさんの手にああそうですか <laughs> それで <laughs> ありがとうじゃあいただいていいんだね。じゃあ皆さんご無事でありがとうございます。じゃゲート閉めますんで、あのー、め閉めますよ。なんか忘れ物ない僕琥珀もらってないんじゃないかあの誰かが帰るみたいで。琥珀は今からもらいに行くのか。よいしょあ,ありがとうございました。 琥珀は大丈夫なのかなあれ置いたのですがえどこだ僕が拾ってないな。あ僕あ一番最初に拾ったんだ。あごめんごめん。スイカ取ってくるのに一生懸命になって忘れちゃった。でうんあったあった。ありがとうございます。F?C p FC85P。あー、OK です。えー、じゃあ、参りますよ。今、解散したら参りますんでね。ありがいあーか、帰っちゃうんだ。<laughs> 帰っちゃう <laughs> あ。ありがとうございます。いやーもう、もうちょっと見たかったな、この不良の人。あのフィギュア持ってったんだよね。大丈夫ですね。 じゃあみんなで行こう。みんなで行って風穂に会って、えー、あれしようったで何よりですいやー<ー>大丈夫ですね持ってった琥珀ありました今日琥珀また2個手に入ってしまった素晴らしいじゃあ僕夏の貝殻も持ってきますんでわいっぱいいっぱいいっぱいだよね まありがとうございます。と,とりあえず今。えー、ああ、やっぱフーコは人気だね。もう,うちのとこはもう全然来なくなっちゃったけどうん。琥珀が一個ありますね。で、スイカの帽子とビーチボールを渡せればいいんだな。じゃまずゲートを閉め 僕何番目に行けるんだろううん <laughs> 僕な何番目につけるんだろうよしお出かけしたい結構な競争率になってきましたねじゃあ風ーお邪魔しますタルツキさんも風ーは大丈夫ですか <laughs> ?FC85P アネットの島、はい、ッあ,あ、意外にこのぶどうのやつ合うね <laughs> ぶどうの帽子にヒョウ柄のパンツが割と似合ってますよああよかったでもうん合ってるちょっと似合ってるわ FC 八。お邪魔します。五。いただきます。P. F. C. 八五。p あともうフルーツはな。はい、あ、しましまに行けますね。行きまーす。もう、もういい加減フルーツの帽子ないだろう。桃、オレンジ、さくらんぼ。りんご。ぶどう。スイカ。あとはもうない。 大丈夫だと思うんですけど。おぉ、来た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 、競争が激しいぜいー。来た来た、R ボタンと A ボタンをこうね、ガチャガチャしないといけないんですね、これね。まあ、慣れたもんですよ、こんなのは。 よそ様の島行くときは大抵これですから。あ、行った行った。行きましたよ。なんかこうね、募集かけてるところに行こうとするとやっぱりね、あのー、全体で八人ですからやっぱ競争率が激しいわけで。大体こうなりますからね。 でね僕ねあの「ゼルダの伝説」のさアミーボを買う時にさ動物の森のアミーボも安かったりとかすると買ってるんですけどそのいわゆる Wii U とかで使える動物の森のアミーボはスイッチで使えないのねあれはあーあーすげえ整ってる石が全部 ひとまとめにしてしましまのあったよ <laughs>。いいね。いいね。素晴らしい。イースターエッグのアーチもかわいいし、素晴らしいですね。ぼ僕は今、結婚式イベントで結婚式のアーチがあるわけですけど。 結婚式のアーチ、使い勝手悪くてなぁ。もうちょっと、なんか、いいといいなぁとは思ってますけど。ああ、来た。あーやっぱ先にお邪魔してる人がいる。いたぁ。よろしくお願いします。たつきさんがもう来てた。ああ、よろしくお願いしますよ。俺の、何のポーズですか、それ。 あいいですね素晴らしい目の前にあれしましまさんしましまはこれあれですかあこんばんは今日はよその島にお邪魔してましたよろしくお願いしますあアコースティックギターだああいいですね今日はもなかさんという人のあらピンクの着物でいいですね素晴らしい この,この辺にふうああ誰かいたハム太郎みたいなのがいたあ誰か来た <laughs> あいいでしょこのぶどうの帽子おしゃれ、うん、なんかもう毛量が増えたみたいで上ね上ねはいじゃあお渡ししますんでスイカセットはモナカさんにお渡しします ビーチボールとースイカの帽子とスイカの服をあげますんでね。<laughs> で今、よそさまの島にお邪魔して、うふうこ、ん、のレシピをもらいに行ってるところですけど、やっぱね、よ,のよそさまの島を覗くの楽しいんですよね。 あなんかいい子になってる <laughs> それとも悪さしすぎたのかなさっきリーゼントだった人がポーズになってストーリーを作ってくるんじゃないよ <laughs> どうしたのかな真面目になったのかな、うん、うこういういい急いでやってすげえ、うん、仕事が早いよ 多分今のは名残でしょあ、骸骨だ。うん、あ、いいなやっぱおお、マジかすげえな大人気ですね、モナカさん、うん、<laughs> やっぱ風光は強いですね特に何もなくてもいいですよという感じで来るとやっぱそうなるんだねすげえなお邪魔します フーコ大人気大人気フーコは強いわーね、トムソンはレシピもう作り終わってたらしいですし <laughs> ト,トムソンのレシピはねあれだったんですよ不人気だったんですよでもあのトムソンくんはキザキャラなので そのうちゴールデンアーマーを作り出す可能性があるのでやっぱでも柵がないのはないでいいよなみんな風子触りに来たすば <laughs> らしいもいいですけど常吉もいいですよね常吉ほんとうちとこ来ねえなこの1週間全然来なかった たたたのののかな一回来たのかかなな来来来回回あれだよねあのレ,イレイジ君だけ来なくていいよっていつも思っちゃうね。<laughs> 申し訳ないけどもうもう植えるものもないあたまさんが真面目な。 真面目な玉さん。あそう。これ、これ真似させてもらいましたよ。丸いやつ。うん島,島のやつで、真似させてもらいました。上にいます。上。上、上。上行き過ぎたかなあ下、下を走ってる人がいる。 ガシャガシャ、ガシャガシャ、下を走ってる人がいるぞ。ああ、いいね、赤い。赤い家に赤いポストに赤い。D. I. Y.。あれだ。ほら、みんな迷子になっちゃって。<laughs> あれ、どこですか。もう一段下です。ういはい、はい。はい、この前もらった月面移動車のレシピもらった。ああ、やった。<laughs> 持ってるのにな <laughs>。まあレシピが生まればまた今度違うチャンスが生まれるわけですから。から全部持ったらあとかぶるっていうことだろうフーコのレシピなんて。ここです。ああじゃあ右だ。あいたいたいた。いた。いた。えー、いた。よし。ついていこう。あせ。あせ。あっちか。あっちか。 すぐ消える見失う。待って、待って、待って。<laughs> おやこっちか。ああ、いた。待っててくれた。よかった。ああ、よかった <laughs>。まだ走るんですか <laughs>。へいへいへい。わーって歌ってた。 あーでもあれだなパステルカラーのやつもいいですねじゃあこの丸いとこにスイカのーボールとスイカの帽子とスイカの服を置きますんでね、うん、持っていかれると良いありがとうじゃあ話させてもらいますよ こんばんばは何を何を覚えてもらえるのかなまあでも僕はもう欲しいのあるからあの月ぐらいで大丈夫なんですけどねあ琥珀だスターのポシェットのレシピを覚えたありがとうございますやった琥珀だありがとう。 本当、今日、琥珀持ってきてくれた人、ありがとうございます。嬉しいね。なんでここにマイル券が落ちてるんだ <laughs> このマイル券は誰が置いたんだいい間違って置いたのそれとも誰かがお礼用に置いたんですかえ、もうそれは僕がログを見逃してるだけなのかいここです、ここです。ありがとうございます。 これはなんだよ銀座系の床だあいあいいですねいいですね旅行券,旅行券あー楽器持ってる人がいる素晴らしいしなんかみんなポイ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 これ多分お礼ですからも中さんがもらうといいんじゃないですか、えー なになるとよろしいですよ。何かなすみませんなんだろう。まあー豆椅子だいいじゃんえっていうか、豆椅子僕も欲しいわ。<laughs> 豆椅子の何色なんだろう。いいですね。よかったですね。うらやましいぜ。やった、豆椅子はやっぱいいもんね。あの座ると楽しいですからあたるみ。みんなもう挨拶し終わったんですか じゃあ忘れ物はないですかねす赤です赤ああいいねいいのもらったね何よりですいやー今日楽器がないからすいません旅行券にマネースありがとうですああやったじゃあ僕らは帰るけど解散ボタンを押した方が一気に追われて早いかもしれないのでもう中さん任せて解散ボタンでお願いしてもよろしいですか ありりがととと、う。皆さん OK、ですかオッケーだろうかなでできました,できました大丈夫ですか、はい、とりあえず、とってだけ見た。あゆうはいあの OK <laughs> です。 <laughs> 解散をしますよあ,ー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。押してください。大丈夫ですよ。ありがとうございます。ああ、いいですね。これが一番手間がなくていいよ。あの一人一人帰ると、あれが、あれだから。ありがとうございます。ってことは僕、上から見れるんですね。やりましたね。<laughs> やった。やった。 だから、ね、宇治の日島に来ると今もう超威圧感で黒いところにジャグジーがいっぱい置いてあるんで <laughs> 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 あ,しあと4個をこう <laughs> 明,日は明,日と明日またジャグジーを4つ注文しよう <laughs> やったぜこれはいいなこれはいい あの何集合体恐怖症とかいう人にはもううちの島は怖いでしょうねうい,いやーいいですねよかったマメ、えー、イス、うん、はやっぱいいですよ、えー、僕も今マメイスが楽しいから1日一個頼んでるんですこれねこれいいですねこれかわいいわさあじゃあ うんこの豆椅子はねとてもいいんですよじゃあちょっと自宅で壁とか飾ってみますねどれどれいいかもしれないあでも今日も今日もちょっと実り大きいあれでしたありがとうございました さあじゃあ雲の上の壁紙から貼ってみようかこれだねなるほどそうかうんそうかうんアニメーションはアニメーション一応してんだゆっくりゆっくり右に流れてんだな お惜しい。ありがとう。でも、ありがとう。<laughs> もわーってなってないんだね。壁から煙が出るぐらいの勢いが欲しかったですけど。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。これは、あ難しいね。これの使い方はね。下のエフェクトが強いんだよな、多分な。 あーでもこれはとても開放感があっていい。しばらくこの壁紙にしときます。ありがとうございます。これは赤、あーあ、あかりだ。この明かりにするといいんだ。ほら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  <laughs> ほらほらほら。魔法人。これもいただきものです。魔法が出てるみたいでしょ。ああ、この色合いにするとバッチリ合いますね。 こっちだとちょっとあれだけどこっちの光ですね白色電球の色だとバッチリですね。えっと OK ゲームマシンって何ですか何ですかこれああっまた新しいゲーム機だ え、こんなのあるの？へえ、ありがとうございます。へ<ー>これで絵柄を揃えるのかな？スロットだー、うん。うん、なかなか揃わないあー。でもありがとう。これはじゃあ、もうゲームルームに持って行きますよ。地下室を変えましてね。ゲームルームに今。 あれああ、違うわ。ごめん、ごめん。ああ、そうだ、サブキャラの方にゲームルームやってんだ。うあ,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 ああ、ポケモリのやつなんだ。ありがとうましまったー。<laughs> しまった。もう、2キャラいじってると、どっちがどっちの部屋だか分かんなくなるねよいしょ。こっちだ、こっちだ。ゲームセンターにしたのは、あれだ、フルチンさんの地下室の方だ。 こっちに置こうだからまあ今は置けないけど <laughs> <laughs> 楽しいなこのジャグジーは <laughs> よし,よしあと四4つ注文してびっしりにしてやるぞ 1>, 1つ10万のやつを惜しげもなく買いましたからねここだここがゲームルームになってるのでここにジャグジーやなか,んやっかんここにもジャグジーがこれ間違って注文したジャグジーです <laughs> あの黒が欲しかったのに白をしちゃったやつですねこれね、えー、じゃあこれはフルチンさんの地下室に 入りますけどああこんなのあるんだねスロットマシーンえっ、ー、とこれどれだある,んです、ね、ある格闘ゲームと麻雀ゲームとシューティングゲームだそうですこれですねああいいじゃんおしゃれじゃんああやっぱなかなか揃いませんねあとは あとはもう大丈夫かなじゃあ琥珀をまた置かせてもらうのでよろしくお願いしますわあまた琥珀がやりましたねほらほらすごいもう超豪華じゃん ままた2つ手に入ってしまったうわあ、あー綺麗。だからこれから、飾るための台をまた注文しないといけないね。今、ちょっと地べたに置いちゃいましたけど。圧巻だなー、この琥珀は。素晴らしいな、綺麗だなー。綺麗だなー。<laughs> ありがとうございます。これは幸せだ。素晴らしい。いいね。 丸 V 丸あーすごいほんといただいたものの方が多いですねあのー、琥珀もそうですけど何な何から何まですいません、えっと、も,もう一個引っ張った方がだうもう琥珀であれだエンジンが組めそうな勢いですねいいね んで真ん中にミロのヴィーナスかなんかがバーンって立ってればもう完璧なんですよ。こ,この辺にね。ミロのヴィーナスが立って、琥珀がうわーっと囲んでて。いいね。で、アロワナとシーラカンスで。シーラカンスなんだよな。シーラカンスもう一個ここに配置しようかな。どうしようかな。悩ましいわ。 悩ましいわああでもいいいいですねありがとうございます琥珀素晴らしい結局何個あるのん ?10 個になったの <laughs> 琥珀10ですうんこの化石8個の人に勝ちましたね <laughs> あの さすがに同じ化石10個持ってる人なかなかいないんじゃないかなと思いますよ。琥珀綺麗だねやっぱね。ね素晴らしいですねそ。そのうちどんどん琥珀を集めてここのロード全部琥珀にしちゃうとかね。琥珀ロードにして。そうすると道路の色は青じゃなくてやっぱオレンジになるんですよ。ね、いやーも,うもう10個集まって十分かなとは思うけど。うん まだ欲ししいいっちゃ欲しいかな <laughs> あればあるだけいいですからねただこれやっぱあんまり飾りすぎるとこのゲームの中の動作が重くなったり人が呼べなくなったりするのでまああと2個が限界かな12個あと2個ぐらい拾えればいいかなとは思いますけど多分もうこれでこれで限界なんじゃないかな これ以上置くと多分あのスローモーションになってほんでみんな呼ぶと僕のゲームデータが重すぎてみんな来れないっていうふうになっちゃうと思うのでこ,この辺が限界だと思いますだって置けるんだったら島中琥珀にしたっていいんだ僕は <laughs> 島中を琥珀にしたっていいんですよ 琥珀迷路みたいなの作ったっていいんですから僕はあればあるだけいいんですよただもう倉庫にも限度があるからねやっぱ何3200個以上はストックできないわけですからでもありがとう本当皆さんのおかげでいい琥珀の,あの博物館の琥がつきましたよ最初はバームツリーランプで飾ろうと思ってましたけど やっぱいいなあいいなぁ。厳かな感じで。この講義室の机ってやつが、本当物飾るのにちょうどよくてね。ここを一個押して、あ、押せない。これを引っ張って、これを押して、シーラーカンスの頭が。 見れるように練っ,ってるなら、おじいちゃんのサブアカ走行め尽くす勢いで琥珀を渡ししたい気持ち <laughs> ああそうね。絶対これ以上置いたら重くなるだろう。っていう。一回だから、僕は再現なく置いてあ,ありとあらゆる場所がスローモーションになってしまったので。このグランドライト置いてライト置いて。 この本棚いっぱい置いてってやったらもうこの入り口のところがさもうなんかこうわーって走ってくるでしょこの橋渡ったあたりからスローモーションでムワーンって重くなって <laughs> あ,あ,りがありがとうございますこうムワーンって重くなるわけ今だいぶ物減らしたからここが快適に動くようになったけどめっちゃめちゃ遅くなるんだよムワーン <laughs> だから、うん、あんまり起きすぎないようにしないとなぁとは思うんですが、もうこ,こ,れこれで相当取ってますんでね、パイプオルガンでね、だからほ本当はこの辺もいろいろ飾りたかったりもするんだけど、極力飾らないようにとかして、見せたいものを。 ここだけはしご持ってないとこれないんですけどこのギミックもよ,よくできてますね素晴らしいてえどれだこれかんどれだこれか割ともうほんとこのロケーションは気に入ってます <laughs> パイプオルガンがうんこれでパイプオルガンが4つ使われてますから「<laughs> 愛の結晶」160個分がここにあの使われてますんでねいまだに僕ウェディングドレスとか注文してないからね全部パイプオルガンに消えてる本当 <laughs> これはよかった、うん、パイプオルガンが来ないと。 ででもやっぱいいですね。これであとはあ,のあと半分右半分が埋まって空港を降りた瞬間にわっとこう <laughs> ある感じにして両サイドに本棚を置いてで道路また敷き詰めてーっていう風にするといいですね。 いい、ね、あこの時間帯たけのこランプのライトがかなりうわすげえもうもういないんだありがとうございますそんな感じなんだねまあ出現が変わってるだけだとは思うんですけどうんそういい,いいですねなんだどうしたなんだおう <laughs> やったやった いくらでああ、ただでくれんの。ありがとう。ね、いやありがとう。じゃあ、ちょっとかぶってみるから。イえーイお前の帽子をかぶってやったぞ。あんな、よく。<laughs> あの、本当にね、ストーリーを作ってですね、今日、 言うまで言いましたからね。言うなんて、本当に、ね、僕の配信の、たった1回の配信のやつですから。うんあれを、あれを使ってくるあたりとかね、本当、なかなかだなと思います。ちょっと最近、パタヤさんが好きになったので、ハートマークの床にしてみました。これ、半透明のやつだね。 何色がいいかなと思ってね今これ肌色かなピンクかなの色にしてるけど下地の色が灰色だからちょっとくすんだ色になっちゃうんだよねでだから何色が似合うかななんて思ったりとかしてますみんなは何色が好きこのこのアーチ模様だったら何色が似合うと思う赤 でもやっぱブルーですかねブルーもいいような気するんだけど今島の改造でいろいろやってるんですけど悩ましいですね,ううねな,んかなんかアイディアありますか これはこれで悪くないか左。左側の床とも相性良さそうだし。赤レンダが好きだけど、白とと。かかもありかなとうーん、じゃあ赤と白試してみましょうか。これはもうパレットを変えるだけでいいなぁであ。赤試してみようね。ええー。ほい。これはもうパレットの状態を。 出てこれにして赤を選択してもっと暗い赤かなもうちょっとくすませた方がいいかまあこ,これがさらにくすむからこんなもんかねこ,こんなもんかなじゃあちょっと赤で試してみ これで画面戻ると、うーんと紫っぽくなりましたね。これは赤成分をもうちょっと、赤成分よりは黄色成分を足してあげた方がいいのかな。うん。ちょっと赤はあれだな。先に白を試すか。 これね白はね真っ白にするとねあのめちゃめちゃ浮くんですよ。だから色を変えてあげないとだめなんですね。白使うときは、ねあのね。白はですね、真っ白だとだめだからこうすると真っ白になるんだけど、真っ白はねとてもダメなんですね。少し 色を落としてあげてああいたいたよかった多分5時まではいると思うのでこれくらいくすませないと動物の森の中だと白は映えないんですねただこれにまた灰色が乗っかるキャラあれだけどおーなるほど白いいな あ思い切って黄色もいいしあ白いいねあ白上品ですね,いいですねあ白がいいなこれをまた朝とか昼に見てみて、うん、黄,黄色はね試したんだけどね黄色はね下地の、ね、あやっぱ青系の色の方が下地がこう灰色のやつには合うんだねもうちょっと色落としてもいいかも もうちょっと色を落とすとよりいい気がするこれはもう白でいこうかなこの辺の微調整は本当に難しいけどうんこれだと暗すぎるかなでも暗すぎるぐらいうんいいねいいね 暗すぎるぐらいが割と良かったりするんだけどどうかなどうかなうわ違いが分かんねえ <laughs> 多分多分より馴染んだんだと思うんだけど <laughs> さっきとの違いが分かんない <laughs> あそうですかうんでもこのハート型いいですね素晴らしいこれこれもあれですよ モナカさんのモナカさんの島に遊びに行った時にさ緑のハートがワンポイントで入ってるの見つけてああいいなぁと思ってパクったやつですね <laughs> 素晴らしいああいいなこれこれ明日の朝確認しましょうィィあーでもちょ,ちょっと赤みが強いのかなもう,もうちょっともうちょっと黄色みが乗るといいのか マンホールのところじゃない、丸い形を作った後にマンホール乗っけるっていう、あのアイディアをいただきまして、ここにつけました。おしゃれ、おしゃれだ。マンホールなんてどうやって使うんだよと思ってたけど、こう、こう、こう使うといいんだなと思ってね、ありがとうございます。 ああいいいいビルみたいに見えてとてもいいですよいいですよ楽しいです本当はここ五重塔が来たら五重塔建てる予定なんですけど今は流しそうめんじゃ誰も食べれない流しそうめん <laughs> いいですね こうやってやっ、やっぱ、まあ、自己満の世界ですけど、ああ、琥珀いいわ。琥珀いいわ。明日、明日飾り棚を注文しよう。アンティークなテーブルと、どっちがいいかな。今見比べようかな。アンティークなテーブルぐらいは持ってると思うから。まだサブキャラに移動させてないと思うので。 あ,あそうだ自宅前の水池を全部埋め立てちゃいましたねここねあ,あそこに池があると非常に面倒だってことになったので埋め立ててさあじゃあちょっと取り出して台座になるやつを取り出してうんあない アンティークなテーブルはないのか。ないのか。マジか。サブキャラ付けか。ダイナーなミニテーブルが、まあ近いっちゃ近いので、とりあえず来るまでこれで行くか。あともう地下室ね。<laughs> この地下室は変えないといけないなと思ってます。本、う、当、ん、にこの地下室はダメだと思うよ、僕は。 ろくなもんがない <laughs> あのかわいい部屋にしようと思って何、うん、だろうねイメージの可愛いい部屋をこうやったらもう何ともなくなったってやつですねパ,パズルパズルパズルはサブキャラに持ってきますうー特にあとはないかキャスターペールの 壁紙あるんだ。ああ、すごいでしょ。これキュートな壁紙だったんじゃないかな。なん、何の壁紙だっけな、これな、ね。キスの壁紙らしい。<laughs> キスだそうです。もう、女子だったらこうだろうと思ってさ。 女子部屋なんてこんな感じだろうと思ったわけですけど壁にいっぱい服が飾ってあってみたいなさ白とピンクの服があればいいんだろうという感じですけど <laughs> やっぱ男の人がこうセンスなく飾るとこうなるんですねよいしょそっかアンティークなテーブルないかこっちにない アンティークはフルチンさんに渡しちゃったのかなもう物置になってるしでも美術品が素晴らしいこれは本当に一生懸命ねタルツキさんと一緒に集めましたけどねほんとに常吉だけ来てくれりゃいいのになあといらないんだけど うん、常吉はね、1人1個しか買えないからね、なかなか難しいよね。ああ、もう、名画はいっぱい欲しいですね。もちろん、偽物が欲しいんですよ、僕は。だって、本物は寄贈しなきゃいけないから。うん、偽物楽しくて、偽物欲しいですね。 ちょっと今っと飾,飾るところを飾ったらじゃあ今来ますねと,と当面の間はこっちで大体高さ的にもこんなもんだろうアンティークなミニテーブルだろうな ミニテーブルのですあはいあよろしくお願いしますその時はあこうするともうこっちに寄せてあげたあダメだなやっぱもう一個引っ張った方がいいなこうだねとうんそうだねそうだ僕サブキャラ作ってからフーコ一回も来てないんだ <laughs> まあいいけど あこれハート作れるな琥珀があと2あってハートが作れるな <laughs> <laughs> 琥珀でハートが作れてしまういやーでもやっぱ僕は、うん、ね夜に光るこの琥珀もいいけど昼もいいんですよこれなかなかねああもう12時過ぎちゃったよし今日はここまでにしよう、まあ、また今度絵画ね おお会いいできる時によろしくお願いしく願ますわーすごい琥珀すごいすげえわこれはいいですねありがとうございますあれでもここにデメニゲス1匹持ってきてるんだったらやっぱデメニと落とし子にした方がいいような気するけどないいですね素晴らしいですね どうせ博物館はそのうち行かなくなるんだろうし <laughs> 全部寄贈しちゃったら行くことないだろうからねよいしょハートで囲ってもいいんだろうな素晴らしいなあきれいだなか,ったりしますかいやピラミッドは全然大丈夫ですあシンメトリーにもしかしてしたいのかなって思ってるのかなうんいやピラミッドはいいです このピラミッドがね、僕ね、黒いピラミッドになるんだったら何個か欲しいんですよ。で、ジャグジーの横に置きたいんですよ。でも、これはもうピラミッドはこの色しか選べないからさ。これが黒いピラミッドだったらもうさ、あ黒いピラミッドだったらみんな欲しいよね、多分ね。あね。エヴァンゲリオンの基地みたいになるもん ジ,ジオなんとかになるもんね。そしてもう真っ黒になるんだったら、もうこのジャグジーのところにバン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 って置いて、うー、うわぁ、黒いっつって楽しくなりますね。ということで、今日はおしまいです。ありがとうございました。いや今日もあれだ、僕からは何もあんまりできませんでしたけど。 皆さんからいろいろいただいてありがとうございました。すいません。ありがとうございます。おやすみなさいすすこん。はい。今週も皆さん頑張ってください。ありがとう,ありがとうございました。さよなら。